イギリスによるアメリカ大陸の植民地化は16世紀後半に始まりアメリカ大陸中で多くの植民地が設立した17世紀から18世紀頃にその最盛期を迎えたその初期はイングランド王国が1707年に連合法でグレートブリテン王国が創設された時以降はグレートブリテン王国が植民地経営を推進したイギリスは アメリカ大陸に植民地を経営した国の中でも重要度が高く、そのアメリカにおける勢力は軍事力においても経済力においてもスペイン帝国の強力なライバルになった。イギリスによるアメリカ大陸の植民地化はアメリカ大陸の先住民にも多大な影響を及ぼしている。イギリスは植民地化に際し彼らを直接的には軍事力で 間接的にはその文化を混乱させ、薬病を引き入れたことで、先住民の生態に、劇的な変動をもたらした。入植者と先住民との関係の中には、公益関係を結んだものもあるが紛争になったものも、多く、多くの先住民社会は入植者に対抗する、戦士集団を育て、長期間にわたって戦闘が続いたケースも、珍しくない。 当時の先住民の野生的な戦闘スタイルは、入植者に対して破壊的な威力を見せることもあったが、長期的に見れば、外して入植者側が最終的な勝利を収めている。フランスと同様、先住民との交易は、イギリスの植民地政策の重要な部分を占めていたが、植民地への人の移住と土地の開発には、それ以上に重点が置かれていた。 アメリカ大陸におけるイギリス帝国の植民地は、その最盛期にあった18世紀には3つのタイプが存在した。すなわち直虚植民地、領主植民地、及び王室の直轄植民地である。やがて、アメリカ独立戦争後には、アメリカ大陸の内イギリス領にあった地域はより、自治的な責任政府の形を認められることになり、さらに20世紀に入ると、 徐々に独立を認められるようになった。この方法で、北、アメリカでは2国、中央アメリカでは10国、南アメリカでは1国がイギリスから独立した。今日でもイギリスは、アメリカ大陸内に8カ所の海外領土を持っており、そこでは、様々な段階での自治権を認めている。アメリカ大陸のイギリス領、ニューファンドランドラブラドール州セントジョンズにある名盤 ギルバートによるイギリス海外帝国の設立を記念するもの、イギリス植民地の多くは、植民地を設立し運営するために、持ち株会社に与えられる、重商主義的直教に基づいて指名された、独立領主知事の下で成り立っていた。その中でも著名なものが、バージニア会社であり、まず、バージニアのジェームズタウンに、続いて、バミューダ諸島のセントジョージに植民地設立を、 成功させた。イングランド王国はまた、オランダが設立していたニューネーデルラント植民地に1664年に侵入し、ニューヨーク植民地と改名した。この植民地とともに、ニュースウェーデンの内オランダが征服していた領地も支配下に置き、これが後に1680年に設立されたペンシルベニア植民地の一部となった。スコットランド王国は、初期に、 ダリエンで植民地を設立しようとして失敗し、1629年から1632年の短期間のみ、ノバスコシアに植民地を設立した。また1707年連合法の以前であっても、イングランドによる植民地設立に多くのスコットランド人が関わった。グレートブリテン王国は1713年に、 フランス領アカディアを獲得し、続いて1763年には、カナダのヌーベルフランスを奪った。この年には、スペイン領フロリダも手に入れた。ヌーベルフランスだった領地は、一旦、ケベック植民地と解明された後さらに二つに分けられ、以前から植民が進んでいた地域を、ローアーカナダ、新しく植民を始めた地域を、アッパーカナダとした。北方では、 王国の直居会社であるハドソン湾会社がアメリカインディアンと毛皮の交易を行いフランス人毛皮交易業者と競い合った。やがてこの会社がルパートランドと呼ばれたハドソン湾に注ぐ河川流域の全体を支配するようになる。1818 18年に行われたイギリスアメリカ協議によって北緯49度線より南に伸びていたルパートランドの一部が アメリカ合衆国の領土となった。1775年には、アメリカの13植民地が、主に代表権、及び地域に課される法と税金の問題に関して、反乱を起こして、戦争となり、これが正式なアメリカ合衆国の成立につながった。1776年には、アメリカ独立宣言が発表され、その後1783年9月3日の、 パリ条約調印によってアメリカ合衆国は国際的に認知されるに至った。グレートブリテン王国は北アメリカの西海岸においても植民地化を進めた。これはハドソン湾会社にロッキー山脈異生、コロンビア地区とニューカレドニア地区でも毛皮交易の免許を与えるという間接的な形をとって行われたものである。ただし、ロッキー山脈の西から 太平洋までの土地は1818 18年のイギリス・アメリカ協議の下、しばらくはオレゴンカントリーとして両国が共同統治していたが、1846年に結ばれたオレゴン条約により、バンクーバー島を除いては、ロッキー山脈より西側でも北伊49度線が両国の国境と定められることになった。また、1849年に設立した、 バンクーバー島植民地と1858年に設立したブリティッシュコロンビア植民地は1866年に統合しブリティッシュコロンビア王室領植民地となるが1871年にはカナダ連邦に加盟した。なおブリティッシュコロンビア植民地は1863年にスティキリン領土を併合しており、さらに カナダ連邦に加盟する際には、モトルパートランドの一部であった、ピース川地域も併合した。1867年、ニューブランズウィック、ノバスコシア及びカナダの各植民地が統合して、イギリス帝国に所属し、カナダと呼ばれる自治領を形成した。ケベックとノバスコシアはフランスからイギリスに割上されていた。その後の6年間のうちに、 プリンスエドワード・アイランドとブリティッシュ・コロンビア各植民地がカナダに加盟し、1949年にはニューファンドランドも加盟した。ルパートランドと北西部領土が1870年にカナダに割上された。この地域は現在、マニトバ州、サスカチュアン州及びアルバータ州、さらには ノースウエスト巡州、ユーコン巡州、ヌナブト巡州となっている。北アメリカのイギリス植民地リスト北アメリカのイギリス植民地1763年から1775年北アメリカの植民地ではないイギリス領。ありがとうございます。